美術博物館建設準備室の杉永です。伊賀市ミュージアム青山歌の家夏の通常展についてお知らせします。伊賀市ミュージアム青山歌の家では通常展夜の景色秋月明の月と星とを開催しています。秋月明は美しい夜をたくさん描いています。夜はとても美しく神聖で少し怖い時間でもあります。今日日常で夜の暗がりを体験することは少なくなり、月や星を楽しむことも少なくなりました。そこで今回は展示会場の照明を消し、暗闇の中でキャンドルを灯しながら夜の神秘的な美しさを描いた作品などをご覧いただきます。企画展の開催期間は7月6日土曜日から8月18日日曜日までで、開館時間は午前10時から午後4時30分までです。ただし毎週火曜日は休館となりますのでご注意ください。観覧料は一般が300円、高校生以下は無料です。この期間中には夏休みアート教室光のアートを楽しもうを開催します。神田真嗣さんを講師に迎え、さまざまな素材を自由に使ってアートなランプシェードを作ります。開催日は7月27日土曜日と8月3日土曜日で、各日とも午前10時から開催され、定員は先着各回15組となります。参加には参加費500円と事前予約が必要となります。またギャラリートーク夜を楽しむを8月17日土曜日の午後1時30分から開催します。申し込みは青山ホール電話 52-1109 までお問い合わせください。夜の神秘的な美しさや暗がりで見る自然や仏像絵画の荘厳さなどをぜひ体験してください。展覧会についてのお問い合わせは青山ホール電話 52-1109 または美術博物館建設準備室電話41-0400、ファックス22-9694までお寄せください。以上、伊賀市ミュージアム青山歌の家夏の通常展についてのお知らせでした。